今日は関西国際空港の対岸にある臨空公園に散策にやってきました。ここの場所は関西国際空港へ渡る陸橋があるんですけど、そこの橋の方に公園の入り口があります。それでは早速中へ行ってみたいと思います。今来た方がこっちで、リンクタウン駅の方で、ここが内海になってます。で、今からこっち側のシーサイドウォークに行ってみます。今海沿いの方まで出てきました。で、向こうにあるのが関西空港です。で、この橋が関西空港につながってる陸橋になってます。ここからずっと向こうへ行くと和歌山方面につながっています。ここは四季の泉です。で、私の後ろにあるこの建物が一応意味があるんですけど、真ん中の中心の部分の丸いやつが地球です。で、このとんがってるやつのこう向きね、指してるところが北極星がある位置で止まってます。で、そのなんかこの上のドームみたいになってる3本の線あるでしょ、あれは一番手前の大きいやつが夏で、真ん中は春と秋で、一番向こうが冬に、太陽が通る道になってます。ここが内海です。この辺りから全体を見渡せるんですけど、夕日も綺麗に見えるみたいです。ここはマーブルビーチで、もうすぐそこが海です。後ろ側にはベンチのあるところになってます。ここは萩の休憩所で無料で使うことができます。で、そこには自動販売機もあります。外の景色も見ることができます。この臨空公園は今日は曇っててあんまりわからないんですけど、晴れてたらもっと綺麗に見えると思います。で、ぜひ天気のいい時に来てみてください。で、ここね、車止めるところが2箇所あるんですけど、電車でも臨空タウン駅があるので歩いても来ることができます。で、そこの駅の近くにはアウトレットモールとかもたくさんあるので、ぜひそこも寄ってみてください。以上、臨空公園でした。